BTU アニメラボでしょ。小林弘之です。ゼブライマツイです。またもかいです。うらじゃいます。ゼブライマツイです。何回も言います。よろしくお願いします。お願いします。またもかいです。収集がつきません。桜子さんの足元に足が埋まってるのの第2話の感想でございます。バタモンガイです。桜子さんです。違います。それはただの嘘です。嘘です。第2コツっていうんですかね。あれは第2コツです ね。今回は、女の子をコンビニで面白かった、幼女をコンビニで保護して警察に行くんですよ。すごくないですか。すごい話ですね。す冷静に考えたらギャマピーだとするじゃないですか。もうアウトです、ね、ギャマピーだったらもう分かると思うんですけど、コンビニで女の子、ね、そうそう、だってあれ緩やかな実習でしょ。そうなんよね。女の子連れてコンビニで捕まえました、スーッて警察に。自習でしょあれ。コンビニ側からすぐ通報でしょうね。今出ましたっていう話でしょう、ね。それが大丈夫なのは顔見知りの警察官だと。あれちょいちょい多分出る人なんですよ。出るでしょうね、あの感じは。まあ、あの世界、あんなイベントが出ちゃってます。世界が狭い範囲じゃないですか。はいはい、はい。旭川。まあまあまあ、まあ、の、で、あそこの交番勤務の人なんで、はい、まあ、大体あの人が警察の時はいるっていう。まあ、そうそう、キャスターとして。来週からもいますかね。来週は、さすがにいないでしょ。私ちょっとお休み、お休みいただいてる。お休みして怪人二重面相で帰ってくるかもしれない。いやー、見かけたな、やっぱり小林。いや、俺じゃないですよ、じゃないです。そんな生、まあ、気な臭い話じゃ血生臭い話かな。まあ、まあ、そうだね。がっつりしてほしいんでいくっていうか、そういう事件の話ですね。そう、今回その骨の話じゃないんかいっていうね、早速ですね。早速もう出来立ての死体の話だったじゃないですか。そうですね。まあ、あの子の腕ぐらいだね。あ、そうだね。イチャの腕がね。うん。そうそう。腕の話は、まあ。全体的にあの話は、犯人を追っかけたりはしないんですよ。ああ、そうですね。最初にあの1話の時にボーンズと比べたと思うんですけど、はいはいはい、アメリカのドラマの、うん。あれは基本的に犯人最終的に追っかけたりするんですけど、うん、犯人を追っかけ、まあ警察じゃないんで、うん。警察じゃないし、ただ詳しいから推理できちゃうっていう。あ、そうそう。で、ね、結果的にどっかで犯人捕まるみたいな感じで、うん、基本的には進む。だけどその中で大まかな話の流れというか、はい、ちょっと大きいストーリーがあるんですよ、はい、巨悪じゃないですけど、はいはいはい、みたいなのが存在が一応本当に来るんでしょうか、ね、で今回の話がその、うん、女の子を保護して、うん、そして、なんとか家を見つけて、うん、そしてお母さんが亡くなっててその妹はなんとか生きててみたいな話なんですけど、ね、多分その話を、今回のが2巻の第2話なんですけど、あれは、うん、そうそう、1巻ごとに3つ話があるんですよ、はい、の2巻の第2話をもう持ってきた。なるほど。繰り上げです。多分12話にするにあたってその多分大きなストーリーを進めるためにちょっと先に、うん、みたいな、うまく調整されましたね。多分よく見るとそれにねちょっと触れそうな部分がね1箇所ちらっと、おそらくそれに繋がるんじゃないかなっていうシーンが、最後最後の方、割と最後の方。ペンギンがブーンってやってた。あ、絶対違いますね。あのシーンじゃないですか。絶対違う。シーンじゃないですか。可愛かったよね。いいなーって思った、うん。緊迫してたけどね、だいぶね、状況として、うん。だったり、あとはまあ、あとその弟の話ですね。あ、はい。桜子さん。はい、はい、はい。いかに持ってたんですね。うん。ベタなね。はい。翔太郎だか、蒼太郎だか。蒼太郎だか。あれは聞き間違いなのか、そういう掛け合わせなのか。なのかっていう。多分そこら辺を早めに持ってきたんだろうな。少年からなんか名前に。なってますよね。ね、翔太郎くんと、うん、やたら子供に優しい桜子さん、ね、そうね、子供が嫌いじゃないけど苦手みたいな感じ、感じ、ちょっとリアルでいいですよ、あるよね、子供嫌いじゃないけど苦手だよね。そう、どうしてしていいか分かんないから、分かんない、だからバーヤに任せちゃうのよ。任せちゃうな。バーヤいないでしょ。バーヤいんの家に。まずいくんないけど、心のバーヤがみんな来るじゃないですか。バーヤ、みんなの中に住む心のバーヤに任せちゃうんですよ。私のバーヤだから。バーヤから表に出ちゃってるから。実際ね、実際子供好きだしね、カイさん。子供得意だし。そうそう。というわけで、はい、この後多分その花大きな話の流れに沿った話が進んでいくのかなみたいな。ねね、最後さ、はいはい、一番最後にさ、はい、桜子さんがさ、なんかさ、はい、ずっとあの周りの人見て終わったけどさ。あれ気になりましたね。ねねねね。ああ、多分それも関係するし、あとね、多分なんですけど、違ったらちょっとあれ、僕も原作を全部ちゃんと読んでないというか、はい、あれなんですけど、犯人いたじゃないですか、はい、今回、うん、ちょっとなんか噂みたいになんか言いながら、蝶々あれですね、蝶々、そうそう言ってた、そう、蝶々だったり、あとそれをちょっとゴニョゴニョと途中でいろいろワードを言ってるんですけど、うん、あれもそうなんですよ、多分、へー、あれが後々の大きなストーリーに繋がっていく、あいつが、あいつが、あいつ怖えな、あいつが言ってることをもう一回見直せる
としたら、うん、よく聞いてほしいなと思って。えー、見直そう。ニコニコ動画、録画でもいいし、ニコニコ動画でも何でも見れると思うんで、後に。あの警察の人は無防備すぎやしませんか。あんな裸でナイフ持ってるやつに、おい君じゃないよやばいってなってるでしょ。さっさと銃を追ってね、さっさと銃を追って感じ、あらみたいな、何通信してんの、田舎の警官だなっていうリアルさね。あんなに、あれは遠くから来てる時点で、ね、やばい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 ってなるでしょ、絶対。田舎の警官ってさ、ほら慣れてないから、か銃出すことないんだよ、多分。でもほら、田舎って結構上半身裸のじいさんとかいるじゃん。いるなぁ、そう考えたら普通か、うん、でも北海道だけどな北海道だったそっか、北海道か、あれ夏の北海道だから、まあ、暖かい時期ではあるけど、確かに半袖の時期やもんな。いやでも、あの警官は結構ね、あの無能な警官が出てくることが多い作品がよくあるじゃないですか、はい、にしては相当ガッツありましたよ。いや、そう、すごいなって、うん、主人公どうせ強いんだろうと思ったら、まあやっぱ強かったし、宇都宮刑事ですよね。大泉洋さんがモデルらしいですよ。あ、そうなんですか。死んでたもんね、最後あの人いなかったらね。絶対無理じゃんと。で、絶対あの子供とお姉さん見つかっちゃうと思ったよ、イーちゃんと。そう、先そっち行って、先そっち行って、殺して、うん、あ、もうこれちょっと最近、嫌な展開もね、この人のもう好きになりすぎじゃないですか。ちょっと気にはなってた。元から、まあまあまあ、今だから。そうそう、まあ第2話で、で、多分第3話、第4話で、その巨悪の存在であったりが見えてくるのかなっていう感じで、うん、すごい最後気になっちゃった。だって C パートあんのかなと思って、何回もこうして最後見ちゃった。それが終わっちゃうんですけどね、そのまま。そのまま終わっちゃう。終わっちゃうの、エンドって出てくる、うん、ここら辺なんかちっちゃく出てくる、まあ、次の話でまた新キャラが多分登場したりするはずなんですよ、次の話は。というわけで、いろいろ楽しみな、桜子さんの足元には死体が埋まっている第2話の感想でした。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。高木警部かっこよかったね。うん、高木警部コナンのやつでした